で太る人の特徴が6つあります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエットのために納豆を食べてる人って実際多いですよね。逆に納豆で太る人の特徴が6つあるので1つでも当てはまっていたら今すぐやめた方がいいです。そこで今回の動画では納豆で太る人の特徴6つとその解決策をお伝えします。この動画を見終わったあなたは納豆で太る原因がわかります。逆に納豆のダイエット効果を倍増させながら痩せる方法がわかります。人生最後のダイエットにしたい方は最後までご覧くださいね。なので早速納豆で太る人の特徴を6位からご紹介します。本題に入る前に今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。第6位、しっかりかき混ぜずに食べている。納豆はよくかき混ぜることで脂肪の蓄積を抑えるグルタミン酸が生まれるんです。ところであなたは納豆ってかき混ぜるのがめんどくさい、結局何回くらい混ぜるのがいいのって思いませんか？そんなのよくわからないと思った方はよく聞いてくださいね。結論、混ぜる回数は最低でも50回とよく言われてますが違います。最低でも100回かき混ぜてくださいね。私も100回かき混ぜて食べています。するとふわっふわのクリームのようになってとっても美味しいです。実際に納豆が苦手な方がいらしてこのクリーム納豆をお伝えしたところ、苦手だった納豆のネバネバ感がなくてこれなら食べることができましたというお声もいただいたほどです。なので特に納豆が苦手な方は騙されたと思って試してみてくださいね。ということで、しっかりかき混ぜるだけで脂肪の蓄積を抑えるグルタミン酸が生まれるし、ふわっふわで美味しくなるし、一石二鳥だと思いませんか？なので納豆は100回かき混ぜてから食べてください。第5位、納豆が好きすぎる。納豆が好きすぎる人はかえって太ることがあります。そこであなたに質問です。納豆は1日に何パックくらいが体に良いと思いますか？3秒間考えてみてください。いかがですか？では結論をお伝えしますね。納豆は多くても1日2パックまでです。意外でしたか？納豆を好きすぎる方は朝昼晩毎食食べる方もいますよね。それがかえって太る原因になります。なぜだと思いますか？それは納豆の1日の摂取目安量は厚生労働省によれば 100g、 つまり納豆2パックに相当します。この摂取量を超えるとカロリーオーバーにもなりますし、納豆菌がお腹の中で増えすぎると頭痛や吐き気などを引き起こす原因にもなります。ここまで大丈夫ですか？なので納豆が好きな方は食べ過ぎに注意してくださいね。第4位、生卵と一緒に食べている。朝食に卵かけご飯と納豆を食べている人って多いと思います。それは今すぐやめてください。せっかくの納豆のダイエット効果がブロックされるからです。納豆に生卵が朝の定番ですという方も多いのではないでしょうか？でもちょっと待ってください。その習慣を続けたことで、なんとか最近服がきつくなってきた、あれこんなに体重が増えていると気づいた時はもう遅かったなんて絶対に嫌ですよね。ではなぜせっかくの納豆のダイエット効果がブロックされると思いますか？その理由は、生の卵白に含まれるアビジンという成分がせっかくの納豆の代謝アップ効果を邪魔するからです。なので生卵と一緒に食べないようにしましょう。第3位、原材料の大豆をよく確認していない。あなたが買おうとしているその納豆、もし遺伝子組み換え大豆の納豆だったらとても危険です。その理由は明確です。もう体にめちゃくちゃ悪いからです。除草剤に強い遺伝子が組み込まれた大豆なんて食べたいですか？私は絶対食べたくないですし、あなたにも食べてほしくありません。実際に遺伝子組み換え作物は多くの研究から発がん性アレルギーを引き起こすなどの危険性が報告されています。でも忙しいあなたはこんなことないですか？今日も一日仕事でバタバタして慌てて仕事帰りにスーパーに立ち寄ったけど、いちいち原材料見て買い出しする時間はない。どちらかというと原材料より値引きシールに目が行く。その気持ちよくわかります。そこで1
瞬でできる安心で美味しい納豆の選び方をお伝えしますね。それは北海道産大豆 100% 使用と分かりやすく記載のある納豆を選ぶことです。この 100% 使用かどうかが大事です。これさえ守れば大丈夫です。なぜだと思いますか？それは国産大豆 100% 使用と記載がある納豆は国内での遺伝子組み換え作物の栽培やホストハーベスト農薬の使用が認められていないからです。なので必ず国産大豆 100% 使用と記載がある納豆を選ぶようにしましょう。第2位、添付のタレやからしを使っている。その食べ方は NG です。なぜかというと内臓の働きが低下して代謝が下がり太ります。あなたはいかがですか？納豆に添付のタレやからしを入れて食べる人って実際に多いですよね。納豆のパックに入っている添付のタレやからしは、まあ、手軽に使えますし、特に朝の忙しい時間にはありがたいですよね。しかも旨味が増して美味しく感じます。でもその美味しく感じてしまうことが危険なんですね。その理由は、美味しく感じるのは人工的な旨味成分の添加物がたっぷり入っているからなんです。納豆のタレの原料には遺伝子組み換えトウモロコシなどの原料の加糖ブドウ糖液糖やうつ病やアルツハイマー病につながる化学調味料の調味料アミノ酸などが使われています。これらは発がん性やアレルギーを引き起こす恐れがあります。またからしにも原料に危険性がある着色料や香辛料など多くの添加物が使われています。このような危険な添加物がたっぷり入っています。すると内臓の働きが低下して代謝が下がるから太るし健康も害しますよね。なので添付のタレやからしは使わないでください。このような危険な添加物の中でもまずはこれはやめてほしいというものがいくつかあるので、詳しい資料は概要欄のリンクから LINE 登録して受け取ってくださいね。第1位、熱々のご飯に乗せて食べている。これはダイエット効果が落ちる食べ方です。まあ、いちいち温度を気にしながら納豆を食べる人ってなかなかいないと思いませんか？ただ納豆で痩せる人は温度に気をつけて食べているんです。納豆を食べる時って熱々のご飯に乗せて食べていますという方も多いと思います。炊きたてのご飯にね、納豆を乗せていただくなんてもうたまらなく幸せですよね。でもちょっと待ってください。納豆のダイエット効果に関してはそれは逆効果なんです。その理由をお伝えしますね。実は血液をさらすさらにして代謝がアップする納豆の納豆キナーゼが熱に弱いんです。なので温度を間違えて食べてしまうとダイエット効果が薄れます。納豆キナーゼは50度以上で効果が薄れ始め、70度くらいで死滅してしまうんです。なのでご飯は40度から48度くらいがおすすめです。炊きたてをよそってから、まあ、5分くらい待っておくとだいたい50度前後になります。でもやっぱり熱々のご飯が食べたいって思いませんか？そんな時はご飯と納豆を別々で召し上がってくださいね。ここまで大丈夫ですか？納豆で太る人の特徴6つが分かったところで、納豆のダイエット効果を引き出すためのとっておきの情報が2つあります。1つ目は納豆を食べて痩せるための効果的な時間帯について、2つ目は納豆ダイエットの効果が倍増するトッピング食材7つについてそれぞれご紹介しますね。これを聞き逃すとせっかくの納豆ダイエットが台無しになるので、ぜひ最後までご覧ください。では1つ目の納豆を食べて痩せるための効果的な時間帯について、結論からお伝えすると、とにかく早く痩せたい人は朝食べてください。その理由は納豆の良質なタンパク質や食物繊維で朝から脂肪燃焼効果や代謝がアップするからです。そのことで1日を痩せ体質で過ごすことができて、納豆のダイエット効果を最も引き出すことができるからなんです。では2つ目の納豆ダイエットの効果が倍増するトッピング食材7つについてご紹介しますね。どれも納豆にちょい足しをして混ぜるだけで簡単にできます。1甘酒、2塩麹、3味噌、4ヨーグルト、5キムチ、6粉チーズ、7純リンゴ。以上7つの食材に共通することは何でしょうか？3秒数えますので考えてみてくださいね。いかがでしたか？答えは発酵食品です。
そうなんです。納豆に発酵食品を混ぜて食べるだけで腸内の痩せ菌が増えてダイエット効果が倍増します。納豆も発酵食品、先ほどの7つの食材も発酵食品ということはダブル発酵食品になるわけですよね。すると腸内環境が良くなって脂肪がガンガン燃え出したりお腹がすっきりしたり代謝が上がって痩せ体質になっていきます。そこでおすすめの食べ方があります。それは例えば納豆とキムチを混ぜて一晩冷蔵庫で寝かせておきます。すると納豆に含まれるオリゴ糖が7つの発酵食品に含まれる乳酸菌の餌になって痩せ菌が腸まで届く力が倍増します。そして翌日食べるときは常温に戻して食べてください。常温に戻すことで納豆菌の発酵がさらに進みます。また同時に納豆キナーゼも活性化しますので一石二鳥です。そのために食べる直前ではなく20分ほど前に冷蔵庫から取り出しておきましょう。このように納豆に発酵食品を入れて食べるとダイエット効果が倍増します。ここまで大丈夫ですか？納豆のダイエット効果を引き出すためのとっておきの情報として2つご紹介しました。ぜひご活用くださいね。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。今回のまとめです。納豆で太る人の特徴6つは1、しっかりかき混ぜずに食べている。2、納豆が好きすぎて食べすぎている。3、生卵と一緒に食べている。4、原材料の大豆をよく確認していない。5、添加物のタレやからしを使っている。6、熱々のご飯にのせて食べている。次に納豆のダイエット効果を引き出すためのとっておきの情報として2つご紹介しました。1つ目は納豆を食べて痩せるための効果的な時間帯について、とにかく早く痩せたい人が納豆を食べるタイミングは朝がおすすめです。2つ目は納豆のダイエット効果が倍増するトッピング食材7つについて、1、甘酒、2、塩麹、3、味噌、4、ヨーグルト、5、キムチ、6、粉チーズ、7、純リンゴ酢でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。